有田焼のやしゃごチャンネル、みーさでございます。ここ数日、駅前すごろく関連のお店さんを回らせていただいております。その一軒、アンスリウムカフェ&雑貨と書いておりますが、2階はネイルサロンになってます。今日はここでランチとパフェいただいていきたいと思います。このアンスリウムさんって西海岸をイメージした店舗作りになっているそうです。よいしょ、コロ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 。テイクアウトにご協力くださいということでお話が来ております。メニューがありますね。フルーツスムースとフード、それからパフェですね。あー、いいね。佐賀はイチゴも美味しいからですね。ちょっと楽しみです。そうそう、入ると西海岸風の雰囲気があるお店になります。オーナーの子が自分で作られてるそうですよ。シルバー癖が結構多いですね。お昼のランチがやってきました。今日はお持ち帰り用にお願いしました。で、これが単品なので900円。普通はなんかこういろいろ飲み物と一緒に合わせたりとか、タピオカドリンクと一緒に飲めたりするらしいです。よいしょ。それではオープン。じゃん、おお、すごい美味しそう。え、何が入ってる？サラダと、あ、チキンと、おお、美味しそう。今日はじゃあこれで私ランチをしたいと思います。野菜もたっぷりで嬉しいな。いただきます。アンスリウムさんのいちごのパフェ、結構たっぷり入ってる。パフェが来ました。普段はこれ食べれるんですけど、やっぱりここ最近はコロナの影響で持ち帰りが中心になるそうです。早くここでワイワイしたいですね。ここアンスリウムさんでは小さなお子さんも一緒に楽しめる場所が設置してあります。おしゃれな雑貨を見たり、お友達と一緒にランチやカフェでゆっくりしてみたりとか、そういうのができるお店作りになっているそうです。2階はネイルサロンになっているので、本当にお母さんたちの癒しの場所になるかもしれませんね。ぜひ皆様お越しくださいませ。では、みさぴょんでした。あ、間違えた。ミーサでした。まだ未だに慣れてない。はい、じゃあまたねー。